三角形ですか。デルタは三角形 D とか言って、とっても小さな X ってのをデルタ X って言うんです。 DX 言ってみて、デルタ X、 とっても小さい X よ。でとってもってすごい小さいのよ。あ、とっても無限小さいのよ。見えないんだからね。見えてるでしょ。見えちゃいけない。見えないんだよ。ちっちゃいんだから、ちっちゃいのこれ。ここが0から1までで、ね、半径1で、そこを四角形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 。じゃあ滝沢さん、これは A よりも大きくなると思う。小さなと思う。大きくなっちゃうね。今度はみ出してから右目ね。右目はみ出してから、でも滝沢さん、はみ出すけどこれがちっちゃかったらもう、分かんないぐらいじゃない。デルタ X は無限小さいんだから、ツルツルになる感じある。分かんないね、これね。じゃこれを計算したら π になるはずね。多分 π ですよ。で、やってみました。サンキュッパで買った電卓。これ、カシオ。2008年に発売した。4×! ここはルート。1、マイナス。まともに下手できてない。X。1マイナス X。事情で、DX をかける。とっても小さな X。デルタ X をかけて、ここは1で。1、下は0。OK? いくよ。トップ値持って。3。これ BG とか出てこない、こいつ。でも今、やってんだよ。縦かけるか、縦かけるか、縦かけるか、縦かける、縦かける、縦かける。無限時間。でも、無限時間かかっちゃうでしょ、どうしたら。で、どっかに端折ってんだよ。どっかで足を投げて無限時間になっちゃった。もう100年まで見てこれ。でもこれ、ね、どこまで走っていくかね、実は。一回切られちゃう。どのくらいで出てくるの。縦かける横の足し算の4倍。だからこれちょっとオーバーするんだと思うんだよ。でしょ。3.141592.6。